はい、2時間の始まります。おタイミングいいですね。タイミング合わせて。はい、今日は何について。はい、今日はじゃあ、はい、最近も日本ってそのなんだっけ、なんだっけ、会食業界で一番1位が何、誰が知ってますか。マクドナルド。マクドナルドですね。はい、韓国のマクドナルドはありますか。はい、あるでしょ。ありますね。マクドナルドない国ってほとんどないでしょ。でも本当にね、ないとことかあるんですか。だから南極とかはないかな。いや多分ない国は、まあ、あると思う。北朝鮮とか。北朝鮮はまあないでしょ。でも もしなんかできるとしたら多分最初にできるね。はい、そうね、国の一番最初に進出するのはいつもマクドナルド。そうですね。あとコカコーラね。なんかそのこの間聞いたんですよ。はい、あどこだっけ、うん、モンゴルだっけ、うん、モンゴルでマクドナルドなかったみたいなんですね。ほうほうほう。でそれでその日本に留学してきた女の子のモンゴル学生で、なんかその早く作る、ね、早くハンバーグ作るその大会で優勝したんですよ。優勝してそのモンゴルに飲んだから。でそれであの子は何が欲しかったと言ったら、その自分の国で最初の1店舗、マクの1店舗をなんか作りたいって言われて、そう店長になって入ったみたいな。めっちゃ早いんですか。わかんないですけど。どんぐらい早いんですか。俺もわかんない。俺は先生から聞いたから。そんなケースもあるんだって言って、幕でもちゃんと頑張れば、はい、そんなに。でも、すごいですね。モンゴルの、ね。モンゴル、いちごって言うの。はい、いちごだよね。いちご県庁。いろんな、なんかあのハンバーガー、なんか国によって違うんですね。味も違うし、やっぱりその、ね、インドで食べた時にマサラバーガーなんかカレーの味したし、確かチキンかな。そう、あと、うん、オーストラリア行った時もやっぱサイズとか違うし、うん、味もやっぱ違うんですね。ちょっとね、そう、なんか塩気が違ったりね。日本みたいな照り焼きバーガーとかもない人も結構いるし、ね、照り焼きあるし。好きですか、照り焼きは。僕は好きですよ、照り焼きは。韓国もあるんだし。韓国は何バーガー。韓国はね、プルコギとかなんだっけ、そのライスバーガーとか、キムチバーガーとか。へえ、本当にマックで。あった気がします。マックじゃん、多分これマックじゃないかな。マックね、そのロッテリアかな。あー、ロッテリアね。そうそう、あれは韓国ですもんね。韓国でなんか前ライスバーガーが流行ったことある。うん、ライスバーガー結構なんか、ね、失敗したんだけど。あんまりパンが食いたい。ちょっと嫌でしょ。じゃあ今日は何を。今日はじゃあ、はい、韓国のその、はい、ファストフード、はい、だから多分そのやっぱいろんな韓国大体今日本の方で、はい、韓国より好きかもしれないですけど、うん、大体なんかいろんな国って、うん、なんかその食べ物が合わない人も結構いるんじゃないですか。はいはいはい、でその時一番なんか気軽に行けるのはやっぱファストフードなんですよ。そうね、でも、うん、まあ一応看板見れば分かると思うんですけど、うん、もしなんか本当に近い、うん、そのマクドナルドを探すとしたら、マクドナルドどこですかと聞いたら絶対分かんないですよ、韓国人は。マクドナルドじゃない。そう、マクドナルドって何と言われるかもしれない。マックとか言ったら、えっと思われるかもしれない、うん、アップルストアに連れて行かないマック、そういうことか、マック、そこかもしれないですね。なんじゃあで、それで、韓国で、もう発音はちょっと違うんですね、うん、はい、やっぱりまあその英語とちょっと似てるのは発音するんだけど、はいはい、それは、カタカナ、前も説明したんですけど、カタカナ、日本語とカタカナ語はなんかちょっと、発音がなくなって、なんか、ね、マクドナルド、そう、そうなっちゃうんですね。それを絞れば、マクドナルド、そう、キュッと絞って、マクドナルド、メッドナルドですね。メッドナルド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 。そう。メッドナルド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 、オディミカ。メッドナルド、オディミカ。そう、それとはどこですか。メッドナルド。メッドナルド。マックって言わないよね。もうメッドナルド。メッドナルド。メッドナルド。メクドナルド。マクドナルドですね。メッドナルド。メッドナルド。で、あとは、あと、韓国で有名なのは、そう、ロッテリア。ロッテリア。ロッテリアですね。ロッテリア。ロッテリア。言えばそれはまあ同じです。そう言えば分かる。なんでかというと日本のブランドだから。日本のブランドだから。え、ロッテリア韓国でしょ。いや、日本じゃないですか。いや、ロッテリアは確か韓国ですよ。あれ？いや、日本のだと思いますよ、僕は。本当に？はい。ロッテが韓国か。いや、ロッテは日本ですよ。ロッテは韓国じゃないんですか。いや、ロッテジャイアンツ。ロッテじゃんじゃない、ロッテなんてっけ、野球チームあるの。うん、でもあれ、韓国じゃないですか。いやでも、会長は韓国人ですよ、うん、いや、確かね、あれ、ちょっとでも本社はロッテ、リオンなんですよ。あ、そうなんですね。そう、あー、でもどうなってんのかな、わかんないですね、はい、ちょっと調べて、その辺は、はい、コメントで書きましょう。そうそう、なんかちょっと、これはね、はい、本当わかんないんで、そっちの方はで、あとは、はい、バーガーキングです、バーガーキング、バーガーキング、バーガー、バーガーキング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 ですね、バーガーキング、バーガーじゃなくてボーゴーキンです。ボーゴーキン、だから、うん、だから確かにハンバーガーって、うん、ハンバーガーじゃなくてヘンボーゴーなんですよ、日本語。ヘンボーゴー、だから、うん、ボーゴーはボーゴーキンなんですよ。キン、うん、
そんな感じで、うん、でフォーキングってオーストラリアだと、うん、ハングリージャックなんですよ。ハングリージャック、ハングリージャック、本当に本当に本当に、へえ、ハングリー変わります、名前変わりますよ。なんでか意味わかんない。でもハングリージャックってちょっと変じゃないですか、嫌じゃないですか、なんか韓国人がジャックするみたいな、なかなかわかんないですよ。だからそれで吸ってるんですよね。まあそんな感じでいろいろまたフェスのファーストフードのあるんですよね、はいはい、でそんな感じでちょっと時間が今日は来ましたので、続きは、はい、続きは後編ということで、また違うなんかコーヒーとかなんかコーヒー屋とかね、はいはい、コーヒーショップとかね、なんかいろいろファミリーとかね、ちょっと話しましょう、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ見た感想を見た